はい、皆さんこんばんは。今日はですね、これは三崎町かな、三崎町の柳原鉱山という、場所にやってきました。まあ、これもね、もう戦前から続く、鉱山ということで、でこの下にね吉井川が流れてるんですけど、昔は高瀬船で、硫化鉄鋼を、この海の方へ流してたそうで、でそこから、片上鉄道っていうのができて、で電車、列車で硫化鉄鋼を運んでたということなんですけども、もうそういう硫化鉄鋼を運ぶこともなくなり、閉山してしまった柳原鉱山なんですけども、今日は改めて行ってみようかなと思います。で鉱山自体はもうすでに、ね、塞がれてまして、入ることはできないんですけど、この目の前にトンネルが存在します。そのトンネルの中にまだ痕跡が残ってるということで、ちょっと行ってみようかなと思うんですけども、この戦時中とかもね、なんかもう特別な扱いをされて、この硫化鉄鉱というかこの柳原鉱山というのが存在してたんですけども、結構相当な大規模な鉱山だったということです。でこちらの、ここにも塞がれた鉱山の入り口があります。でここはまあなんか心霊スポットみたいな感じで言われてまして、以前もね夜行った時に、まあ、2人で行ったんですけども、レオと行ったんですけども、このトンネルの中心部に鉱山に行くトンネルみたいなのが、まあ、さらにあるんですよね。そこになんか人影みたいなのが見えたみたいな、まあ、そんな見たとかいう話をね聞いたりしたんですけども、今回は一人で行くのでちょっとなんか、怖いなとか思いながらなんですけども、このトンネル、まあ、この鉱山自体ね、土砂崩れみたいなあって、何人か人が亡くなったそうで、でこのトンネル自体もこの作るときに人が亡くなられたという話を聞きました。もう今はねこうやって綺麗なんですけども、もともとは手掘りだったのかな。手掘りだったのを綺麗にまた作り直した、まあそんな感じもしなくはないんですけども、このトンネルのちょうど真ん中ですね、あるんですよね。おそらくここがつながってる開かずの間と言われる場所です。下はね結構ね腐食してますね、なんか溶け出して、下がなんか茶色になってるんですけど、中には入れないですね。あの心霊スポットでトンネルっていうのがねかなり、まあ、ベタみたいな感じなんですけども、結構ねあの磁場がね歪んで、お化けが出てきやすい、感じになってるそうです。でこの目の前にもまだ産廃処理場かな、ちょっと何か分からないですけど、この辺が硫化鉄鋼のその採石場みたいな感じで昔は使われてたみたいです。
これが採石場の跡です。わかるかな、なんかちょっとね、あのコンクリートで埋められてるんですけども、これが採石場の跡です。今はちょっとあれなんですけど、まあ、こんな感じのところにあります。坑道があってちょっと中入ったところにこんな感じで、まあ、昼間見てもらった方がわかるかな。で、亡くなられた方がおるということで、これはあの裏に書いてあるんですけども、このトンネルを掘削している時に亡くなられた方の名前がここに彫られているということですね。あの片側工事を昼間は知ってるそうで、やはりその長年の劣化で結構ね崩れかけというか、結構やばいそうです。でこのねエリアは結構ね水が溜まりやすくて、もそうなんですけど、結構ねこの鉱山、雨が降った時とか鉱山がねもう水浸しになるというか浸水するして、で結構被害があったとか、なんか何百人も死なれ、あの亡くなられたっていうね話もあったり、するような場所です。詳しくはねウィキペディアに載ってたかな、見てみてください。今はね綺麗なトンネルなんですけどもね、よくあるね、そのトンネルの表札っていうか金属製のプレートみたいなのもついてないですね。何年にできたとか。ただこの上にトンネルの名前書いてあるんですけども、ちょっと読めないですね。こっち側にも道がありますね。あ、船着き場みたいなのあったのかな。うん、だからもうこの今岩肌が見えるんですけども、この全体がもう鉱山だったということなんですよね。
まあね、この広さですからね、まあ、本当に何かあったんでしょう昔という感じで、今日はこんな感じでお届けいたしました。まあその心霊スポットって言われるんですけども、あんましそういう雰囲気はないと思うんですけども、僕的には一番気味悪いのはやっぱこの通りというか、この目の前に見えるトンネルを塞いだとこですね。ちょっと寒くなってきました。今日はこんな感じでお届けしました。まあ、この通りは普通にね、あの一般の車が通る道になってます。で、まあ、興味ある方はぜひちょっと行ってみてください。というわけで現場から失礼します。ありがとうございました。ここにね、井戸みたいなのがあります。見えるかな。行きん時は気づかなかったんですけど、井戸があります。このチャンネルがいいと思います。